どうも皆さん、モゴと申します。今回、ルビーがね100個あるんで、ガチャ1パックだけ引いてみようかなと思います。でそれからまたいつも通り対戦やっていきましょう。まあ、いいや、先引くか。久々のガチャなんだよ。これ80あるんだよな。せっかくだったらルビーもう1個ね取って引きたいよね。どうしよう、これがクソだったらちょっともう1回、もうまだ20個頼む。神引き、ロイヤル来い。ロイヤルじゃないわ、なんだっけ、レジェンド5枚しか持ってねえんだよ俺。再生のルーキーアルム系フッカルドラゴン、フェアリーリザード、もうダメな予感がする。あーダメだもうダメな予感したもんね。はい、大変失礼いたしました。ちょっとね、まあもう一個のガチャはね次回ということで、今日はどうしようかな。ちょっと久々にロイヤル使ってみようかなと思います。気持ちよくなりたいんで。ロイヤルとドラゴンを交互に使っていて、で、まあ多分ちょっと次回、ちょっとね、多分大型課金しようかと思ってて、また5000円くらいぶっ込もうかと思ってるんですよ、これ。で、それで5000円全部ガチャガッて引いて、で、多分いいカード出ると思うんだよ、その中から。そのカードを使って、ヴァンパイアか、ウィッチかな。ヴァンパイアグ、ウィッチショットのデッキ作りたいと思ってます。はい。お、この手札ってどう。でも封刃はでもいらないよね。ほんとロイヤルって序盤のこのツモ大事だから、ノービストルーパーはいいんだけど、このクイックブレーダーは OK として、まあもう決定を押そう。あ、まあだから次か次のターンまでにコスト2のやつ引ければ、まあベストだよね。すごいね。あー微妙。よろしくね。お前どんだけチャット飛ばしていくんだよ、お前は。あ、ターン終了。よろしくお願いします。どうすればそんな手段が。痛いも嫌いな。すごいね。うん、ちょっと煽ってく。なんなんだお前は、マジで。ひどいな。よろしくお願いします。うっせえなおめえは。あー、スイッチやられた。フェアリーサークル。最近結構なんか冥府エルフ流行ってるからな。まあ俺、だからこのロイヤルはこの冥府とか来る前にもう速攻でやっちゃうと。そういう感じにして、ノービスト行くか。戦場かけましょう。おい。さっきのターンでやっぱり一人出せなかったのが、このターン、このやっぱ次にどんどん響いていくから。ターンやっぱ増すごとにやっぱ火力出てくるんでね。ロイヤルは。やっぱ一旦無駄にするっていうのがものすごいロスになるんですよね。思ってる以上の。ここはでも相手が OKOK。で、ここは、あ、メドリーで今更来たか。したら、で、ここちょっと、ちょっと行きたいんで、ここ一気に。クイック、フェンサー、こうやって、うん。で、殴ると。まあ、ロイヤルの基本だね。もうとにかく直接ダメージ。顔に殴ってる、どんどん。どんどん顔面を貫いていくと。そうすれば相手の手札とかが出来上がってきても、なんだろう、あとかすり傷程度を与えればもう勝てるって状況までいけるんで、だから相手が間に合わないわけ。だから多分ね、このゲームのルールが、その、なんだろう、コストっていうのかな。コスト、あ、相手、ここ やめちゃうの大丈夫、ここで。やめちゃった相手。ここだったら封刃とか俺持ったらもうね、一気にいっちゃうけど、持ってないですけどね。ホワイトジェネラルかな。ホワイトジェネラル。で、うん、ノービスといくか。で、進化も使う人は特にない。いや、でもここであえて進化、いやでも2個しかないし、進化だな。まあでも多分勝てる。ここまで来ればね、7割、8割は勝ったと思っていい。このゲームの、その HP が多分25とか30だったらね、ロイヤルって、弱いと思うんですよね、激弱。このやっぱ、HP が20っていう短期決戦、まあ、短期決戦とは思わないけど、っていうかん、だか、っていう中だからこそやっぱり強いというか、この速攻行ってくるというか。神樹様の導きのもとに。さあ、しかし相手は場に出せないぞ。まあ、まず4を倒してくるよね。ずっと一緒よ。で、ホワイトジェネラル倒す。ただこの弦、いや、そこ顔に殴ってる余裕あるか。フェアリーのコストゼロっていいな。で、これ多分進化かな。私の負け。お前諦めんのどんだけ早いんだ
はい、ということで、ちょっと、あ、ルビー380個くれたじゃん。もらえたじゃん。え、何これ、引きに行こうじゃん、じゃあ、これ。右から行くか。ルーンガーディアン。わ。わ。太郎も、ちょ、見なかったことにしてみんな。見なかったことにしてください、今のガチャ。はい、ということで、ドラゴンバトルですね。ドラゴン対決。やめるなら今のうちだ。意外とこの対決ね、まあ、というか最近の自分の悩みでもあるんですけど、序盤にタクセンとかアイラとかって固まってきてもね、負けんだよ。なんかわかんないけど。カードがなくなって負ける？そのパターンがめっちゃ多い。だからドラゴン対決で、タクセンとかの引きが良くてもなんかね、ほら、こういう状況、めっちゃいい手札なんだよね。めっちゃいい手札やねんけど、なぜか勝てないっていう、あえてちょっと事故ってる感じ？よし。やっぱデッキの周りが微妙に良くない。あと、最近思うのが、竜の伝達。あれ、いるって思うんですよね。おー、来た。どうしよう。これ、託戦とか覚醒してから引いてもいいんちゃうかな。この状況で引く必要あるかな。ブレイジングブレス。強くならなきゃ。オッケー。まずデッキの周り良くしたい。あ、でもアイラ倒して。おっ。オッケー。じゃあこれで右行こうか。こうやね。で、一個上がる。白線もつく。いやー、どうしよっかな。ベルエンジェルと変化する魔術師行こうか。で、もうこれどうしよう、行っちゃっていいんじゃん、これもう。ベル進化で、で、ベルに攻撃。こういう進化って悪くないと思うんだけど、俺。これ本当に序盤、中盤あたりのターニングポイント。そして今のベル進化、でもこういうのも、そっか、このこれでか、まあそうなるよな。ドラゴンガード、ドラゴンガード来たか。しかも2枚、ここ託戦をね使ってえないんですよね。いや、使っていいや。アイボリー出して、おお、来た来た来た、理想的。俺とこいつは二人で一人。よし、オッケー。で、こうやってバンバン出すやん。バンバンカード出して、異性はいいねんけど、手札なくなんねんな。で、最後結局ジリビになって、カード枚数で負けて、終わるってのが結構ある。あー、もううざ。うわ、向こうベルか。進化使ってこい、進化。なるほどね。体験率、よし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 。で、ドラゴンウォーリアか。ここもうウォーリア進化かな。ウォーリア進化以外の選択がないよな。ジャスト3ダメージ。ウォーリア進化からのベルちゃん殴るからの回転竜アイボリー。はいはい、よいしょ。ただ向こうも覚醒入って、でカード枚数多いから、でその割に俺らしか回ってるな相手。その割に俺が向こうにダメージ与えきれてないんですよね。これいつもの対ドラゴンの負けパターンですね、俺。序盤に、くんねん、託戦アイラは。やけど、中盤終盤にかけてほんまにジリビリになる。
何がいけないんやろうな。あ、直接殴ってくる。ドラゴンガード、うわ。天空の番人、進化はせずするか。覚悟はいいか。この空は何人たりとも。でもこれで相手が進化を使い切ってくれたと、進化使い切ってくれたとなると、この俺のドラゴンガードの防御力が一層増すわけですよね。ガード出すか。我は天空の番人。うわ、でもどうしようこれ、ウォーリアー。なんかあんま場に並べんの怖いねんけど、でもドラゴン相手やったらそんな恐れる必要ないよな。一息で吹き飛ばしてやる。でも進化使える状態っていうのが、いやでもこれなぁ、3、こうですね。進化、こいつ打つ。終わりだ。怪人、アイボリーで殺す。で、こいつこう、こいつこうかな。で、相手やっぱ進化できないじゃないですか。こうなってきたら、有利なはず。で、速攻出せても一体やから。回転竜もしくは、ドラグーン、フォルテ。ただ多分このドラゴンガードを突破するには足りんと思う。あ、オッケー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 。神の身元へ。あ、これいったんちゃう。これ勝てそうやぞ。竜の怒り、うわー、うざ、あ、そういうことね。足が落ちる。そういうことか。しかし、ここでワンチャン、俺次のターンで、もう回転竜ないし何か引けば勝ち。ベル、まあまあ悪くない。その程度か。ドラゴンガードも出しますか。出そう。うん。我は天空の番人。やっぱ知ってるからね、デッキの内容を。大体。そこでやっぱ強く立ち回るっていうのがいいね。ただこの場にもう並べるっていうのはほんとヴァンパイアとか、ビショップ相手だとできないですね。オッケーオッケー、ジリビ。このターンで負けはない。うん。ガード、ワドロンガードか。いや。よし、で1枚引く。あ、ドラドラゴン来た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 、いいの来た。よし、勝ったね、勝ちましたね。あー、もう完璧。どっちで行こう。ドレッドで行こうか。ドレッドで行って、回転竜。あと、頑張ってくれた。ウォーリアーで、とどめと。よし、久々に対ドラゴン勝ったな。久々っすわ、俺勝てた。はい、対戦ありがとうございました。家族のために負けるわけにはいかない。進化を惜しみなく使っていけたのが、相手の進化を消費させることにもつながったから、まあ、結果的に高校としてやっぱ理想的な立ち回りができたんじゃないかなと思います。はい、でまた皆さん次回のブライちょちょちょ次回の毎回動画の終わりにさ、ゲームの名前忘れない、シャドーバース配信動画でお会いしましょう。さよなら。はい。